株式会社 FM 森口は大阪府森口市及び門増市の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である FM 花子の愛称でコミュニティ放送をしている1992年の放送法施行規則改正で制度化されたコミュニティ放送の西日本第一号として1993年7月に 開局した。1995年の阪神、淡路大震災発生時点で、近畿地方に所在していた、唯一のコミュニティ放送局である。長主化のエリアは、森口市、角間市、平成28年4月現在を中心に北は、平方市、高槻市、南は、大阪市行く区、東大阪市、東は、四場縄手市、西は、大阪市東淀川区、 宮古島区とされているが、この他に、大阪市の鶴見区、旭区、東成区、上東区、寝屋川市、大東市のほぼ全域が課長範囲、水田市、茨城市、東大阪市の西部の一部地域などでは、カーラジオで、聴取可能な地域があるとしている。群馬県大田市の大田コミュニティ放送とは、太郎と花子という意味合いから、姉妹局の関係である。放送時間は24時間。 自社スタジオからは主に日中に放送しており、平日はオビワイド番組を集中的に編成している。夜から翌朝にかけてはミュージックバードの番組を放送。スタジオはオープンスタジオとなっており、文化センターの休館日と年末年始以外は自由に見学をすることができる。また地域に根ざした情報提供、番組参加を広くリスナーから呼びかけている。 2014年10月1日から同センター1階エントランスにもう一つのオープンスタジオとなる話すスタジオがオープンしセンター休館日を除いたほとんどの生放送番組はこの話したから放送されている特に開局記念日となる毎年7月20日前後には記念特別番組を森口市内の公共施設からまた毎年11月第1週の土日に開かれる 森口市民祭りでは、日曜日のメインイベント開催日に、京阪百貨店の駐車場に特設オープンスタジオを設けた長時間特番をそれぞれ公開生中継で実施。リスナー参加型イベントや歌手のミニコンサートを展開している。FM 文字多重放送を全国のコミュニティ放送局で初めて実施し、番組連動情報やニュース、天気、地域情報などを提供していた。 2008年2月、全国のコミュニティ放送局及び NHK を除いた近畿圏のラジオ放送局としては初めて緊急地震速報の運用を導入した。読売新聞の協力による日本国内外のニュースを放送している。2009年4月1日、サイモルエイディオのサービスに参加した。放送時間は毎日7時19時及び深夜の自社制作番組。 インターネット放送ではパーソナリティの表情が見ることができた。都市対抗野球大会にパナソニック野球部が出場する場合、通常のプログラムを休止、変更してパナソニック野球部の出場試合を実況生中継する。9月2日の準々決勝は編成の都合により、取って出し録音放送した。葛飾 FM 放送と FM 太郎との技術協力。解説者は、 FM 花子から派遣した。CM は、森口市と門真市の企業、自治体関連が多く放送されているが、パナソニックやリソナ銀行など地元に、本社、支店多く大手企業のものも放送される。また、AC ジャパンには加盟していないため、公共広告は、独自制作のものを放送するが、日本赤十字社や国政選挙期間中の政党など、 一般の民放で放送されるものも放送される。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の際は3月18日までの1週間生ワイド番組をすべて休止して地震関連の情報を中心とした番組編成に特化した。2018年4月現在姿勢番組ミュージックバード配信インターネット聴取か五時六時四十分途中 飛び降りゴールデン火曜演歌19時21時。このワークは、主として演歌、歌謡曲を重視した内容となっている。なお、この時間帯はパソコン及びスマートフォンで聴取することは原則としてできない。21時24時24時 -25-00、過去西日本発のコミュニティ放送局として、開局10周年を迎えたことを記念して、 2003年7月19日14時から20日14時までの24時間にわたって放送を行った特別番組。毎年7月20日の開局記念日に合わせて公開放送を実施するなどの特別番組を集中して編成しているが、この番組では通常生放送を行わない夜間、深夜から早朝にかけての生放送を初めて実現。 縁のある歴代パーソナリティが多数創出演して過去の番組から特に得りすぐられた名場面を録音テープを交えて展開した。また、サービスエリアである森口市、門真市の全庁からリクエストを募る、全部の町から頂戴リクエストのある企画や市民参加型の企画も放送された。 7月19日7月20日この24時監督版終了後の7月20日14時16時には森口市の山陽電気本社屋内 E カフェから開局10周年記念公開制放送花子10年目のバースデーを放送したここではクイズ大会や歌手のライブ等も開かれた平成4年優政奨励第2号による放送法施行規則改正 聴取可能エリア FM 花子発突イップル、倉田かなの投稿2014年9月30日、新サテライトスタジオ愛称発表スタッフ日記2014年9月16日。ありがとうございます。